常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様この動画面白い、興味深いという方ね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとこの動画を拡散していただける方ね、バンバン拡散してください。大感謝大歓迎でございます。今日はですね、まあヨーロッパがね、右傾化してるって、まあちょっとメディアが騒いでるので、本当かどうかというのをですね、まあ事実を交えながらね、検証していきたいというか、まあ検証するのは皆さんです。私ね、事実を陳列したいと思うんでね、はい、まずはね、オランダの下院議員選挙ね、これ NHK あたりがですね、センセーショナルに報じてるんですよ。はい、オランダ下院選、極右政党が第一党の見通し、移民受け入れに反対ということで、オランダでは22日、議会下院の選挙が行われ、オランダの公共放送は暫定的な結果として、極右政党の自由党が150議席のうち37議席を獲得して躍進し、第一党になる見通しだと伝えましたと。まあこれ実際に第一党になったんですけどね。はい。で、その、ウィルダースさんという方がですね、まあ、率いているこの、まあ、自由党なんですけど、まあ、昔から反移民で有名でして、で、結構この人過激なこと言いすぎてですね、イギリスから入国禁止食らったりとかね、まあ、いろいろ物議を醸したんですが、ただ、このウィルダースさん、母方のおじいちゃんが、インドネシアの方らしいです。反移民党なんですが、党首のじいちゃんインドネシア人というですね、なんか小島よしおじゃないですけどね、俺のじいちゃんブラジル人ってあれ嘘なんですけどね、ああいうなんかネタありましたけど、俺のじいちゃんインドネシア人っていう、まあ、方がやってるみたいなんですね。はい。で、この人が、まあ、37議席。まあ、150議席中37議席ですから、まあ、第一党といってもね、圧倒的な過半数というわけじゃないです。ハンガリーのオルバン。ね、いますよね。あえてオルバンって呼び捨てにしますけど、総理大臣ね。親ロ派のね、ろくでもねえやつですけど、まあ、あいつは単独で過半数取ってるんですよね。で、これに対して、そのウィルダース氏の、まあ、自由党はですね、150議席のうち37議席で、まあ、相対多数で第一党なんです。で、なんでこういうことになるかというとですね、オランダの選挙って比例代表なんですよ。だから、こう、小党乱立になるんですよね。はい。なので、必ずまあ、連立協議が、行われると。まあその連立の過程でですね、まあちょっと妥協したりとかしなきゃいけなくなるみたいなところで、まあウィルダースさんね、かなりまあ過激なこと言ってるんです。反イスラムでね、もうコーラン禁止だとかね、いろいろ言ってるらしいんですけれども、まあ果たしてそれ言い続けられたのかっていうのはちょっとまあわかんない。まあ連立組むんだったら余計そうですね。まあ野党なんだったらね、日本でもほら野党って割と無責任なこと言ってらっしゃるじゃないですか。ね、野党第一党ね、立憲民主党見てれば皆さんわかると思うんですけど、適当なことばっかり言ってますよね。なんでまあ野党になるならいいのかもしれないですけど、まあもし政権欲しいんだったら、まあ妥協はまあせざるを得ないでしょうと。まあ当たり前ですけどね。それだって俺の言うこと通してくんないんだったらやんねえよって言っても、じゃあいいですよって。ね、2、3、4とかで組まれたら負けちゃうわけですから。はい。まあ150のうち37議席ですからね、つってもね。はい。まあ大体 20% 強ですか。ね、30% 取ってないですから。はい。なんでまあなかなかちょっとどうかなというところなんですが、BBC がですね、割と詳しい解説を載せてたんですね。はい。で、なんで勝ったかというところなんですけれども、複数の要因がね、組み合わさって、まあ、オランダの有権者は自由党に引き付けられたということなんですけど、まあ、3つの要因を挙げてます。これ BBC のニュースね。読みますと、ウィルダース氏は、今回、移民流入制限、オランダが抱える住宅不足問題、医療制度の改革の3つに焦点を当てた。他方で、投票日が近づくにつれて、反イスラム的な言動をトーンダウンさせていったと。いうことなんですね。やっぱあんま過激にやるとですね、コアの支持者はいいかもしれないですけども、それ以上票が伸びないんですよね。なんで、まあその、まあ割と差別的な言動ですよね。まあこれちょっと慎むようになったそうです。で、テレビ討論会では手慣れた様子を見せて、競合する他の党首を見事に、まあ党首に見事に張り合ったと。まあなかなか喋るのうまかったみたいです。それから、主要政党も今回の選挙で移民問題を中心的なテーマにしたと。このため多くの有権者が、ならば移民問題を重視する政党の元祖とね、この自由党って元祖なんですけど、元祖に投票してみようと判断した様子だと。オランダ政界はこれまで最も長くかつ大声で移民問題を取り上げてきたのはおそらくウィルダース氏だからだということですね。で、さらにね、ライバル政党の党首がですね、意図せずウィルダース氏のね、勝利を手助けしたということで、中道右派政党のですね、自由民主国民党というね、そこのですね、イジェルゲス党首っていうのがいるんですけど、選挙戦の最中にですね、ウィルダース氏と連立する可能性をまあ示したらしいんですね。で、そのおかげで、その自由党って極右で色物と、ね。まあ日本で言うとやけくそそうなあの党とかありますよね。ああいうイメージだったんですけれども、まあそれがなんか和らいだらしいんですよ。はい。で、それまでのオランダの主要政党は、ウィルダース氏の政治的立場からですね、まあ、んな色物とね、連立なんかありえねえみたいな姿勢を堅持してたんですけど、まあ今回その、中道右派のね、
自由国民党がですね、まあ、そんなこと言っちゃったもんで、あ、なんだこの人たち連立組めるほどまともなんだみたいな感じでね。まあそのウィルダース自身もその反イスラムをトーンダウンさせ、なおかつこのまあ自由国民党のね、イジェルゲス党首がですね、まあその連立組んでもいいよみたいなことを言っちゃったもんで、まあちょっとこうソフト路線か。だからほら、ルペンもほらね、あのフランスのルペンも親父の代はもう超過激でもう色もんだったけど、娘になってからだいぶトーンダウンしてね、あのマクロンにもね迫る決選投票までいけるぐらいになったじゃないですか。まあ、同じことがどうも、オランダでも起こったみたいです。で、この BBC の記事はですね、まあ、このオランダがね、まあ、いわゆるその、反移民、ね、まあ、いわゆる極右にね、まあ、こう、第一党になったということで、ヨーロッパ全体ね、そういうこう、なんか、右傾化の風が吹いているみたいな風に、まあ、単純化する人がいるんだけど、まあ、ちょっと違うんじゃないかということを、まあ、BBC は言ってます。あくまでもこれ BBC ですよ。BBC の見解ですよ。はい。でね、まずその、まあ、いくつかあるんですけど、まず、ウィルダース氏自身ね、彼はですね、第一党の党首になったかもしれないが、単独政権を作るだけの議席には程遠いんです。まあ、さっき言った通り、150分の37しかないですからね。はい。なんで、まあ、この後しばらく政治的駆け引きが続くでしょうと。まあ、組閣に3ヶ月かかるんじゃないかみたいなね、いうことです。で、連立相手を見つけるためにはですね、まあ、この記事も書いてあるんですけど、当然ですね、こちら側も譲歩しなきゃいけないんですよ。ね。で、そのウィルダースさん自身もですね、いや、連立組むんだったら俺らも妥協しなきゃいけねえなって自分で言ってるらしいです。はい。なので、現時点で、次の首相がウィルダースになるかどうかも、まあ、はっきりしないと、いうことです。で、さらにですね、もし彼が次の首相になるなら、EU 首脳会議は今まで以上に緊迫と対立の場合になるはずだと。まあ、その理由はいくつかあるということでね、まあ、一応懸念は示してるんですけど、まあ、まだなれるかどうかわからないそうです。で、ウィルダース氏はですね、ウクライナへの追加軍事支援にも反対してるということで、ここちょっといまいちなんですよね。イタリアでほら、メローニさんがね、まあ、なりましたけどね、総理大臣になりましたけど、メローニさんはですね、まあ、その、極右とか言ってね、レッテル貼りされてましたけど、ウクライナについてはものすごい支援してますよね。ね、それから、ポーランドもね、2015年からね、極右政権って、まあ、レッテル貼りされてる政権ですけれども、その、まあ、いわゆる極右政権もですね、ウクライナにはめちゃめちゃ積極的に援助してますよ。ポーランドはヒットじゃもっとやっちまえみたいな感じで、ねえ、なんかもうベラルーシに突っかかっていくんじゃねえかぐらいの勢いでポーランドやってますよね。なので、その、まあ、ヨーロッパの極右って割とロシアから手突っ込まれてはいるんですけれども、必ずしもこうそうなるかどうかって、ね、ヨーロッパ全体がね、なるかどうかわかんないんですが、ウィルダース氏はどっちかというとちょっと親ロ派っぽいですね。その点はね。はい、でもまだ総理大臣になれるとは限らないと。オランダを優先するんだということで、でもウクライナをさ、助けなかったらいずれオランダもやられちゃうんですよ。わかってんのかなみたいなね。感じですね。まあ、ただそのオランダ優先っていうのも、メローニ首相の真似してですね、オランダ優先って言ってただけなので、実際に首相になったら、ま、この辺もどうなるかわからないと、いうことです。で、さらにね、その、まあ、各国への飛び火についてね、これがま、この記事の結構いいとこなんですけど、ウィルダース氏の今回の勝利から、極右とか強硬右派とか、復興的ナショナリストとか、大衆主義とか、まあ、そういう政党がですね、ヨーロッパを制圧しつつあると一部の論者が主張するような、まあこの話ね。これはちょっと話を単純化しすぎなんじゃないですかということなんです。で、ここからちょっと事実をいくつかお届けしたいんですけど、まずですね、ヨーロッパのね、右派ポピュリストとかね、極右とか言われていた、法と正義というね、党があるんですけど、この党がですね、総選挙で負けちゃったんですよね。右派の波が来てる割には、あれ、事実はそうじゃないね、みたいな感じで、これね、まあ記事が出てます。はい。過半数割れですね。これ10月に選挙が行われたんですけれども、ポーランドの総選挙、右派与党が過半数割れの見通しということで、まあこれ記事出てます。まあ実際に過半数割れしました。はい。で、460議席ある議会のうちですね、200議席ほどの獲得なんですが、過半数には届かないと。いうことなんですよね。で、あとね、もう一つね、スペインにもですね、VOX というですね、VOX ね、VOX というですね、まあ、いわゆるその右派政党的なやつがあるんですけれども、これもですね、ダメだったんですよね。これもね、7月に選挙が行われたんですが、ロイターに記事出てます。スペインの極右政党予想外の苦戦、欧州右傾化の限界というね、まあ、こういう全くその、今ね、
いわゆる一部の指揮者が煽っているのとは反対のこう事実が出てまして、23日ね、4月23日ですね、スペイン総選挙で、極右政党ボックスは議席を減らし、フランコ独裁体制、以来となる、強硬右派政党の政権入りがひとまず回避されたと、欧州の極右勢力が主流派を目指す、この、目指すことの限界を示す結果になったと、いうことです。なんで、まあ、メローニさんってだから、なんかオルバンとなんか、一緒くたにされてるみたいなんですけど、まあ、私方見ると全然メローニさん違いますけどね。ウクライナの支援に関してはもう、オルバンとは正反対のことやってるので、ね、あんまりだから、その、右派だの、極右だのとか言って人、極右ではちょっとメローニさんはちょっと違うんじゃないとか思うんですけど、まあまあ、一括りにそのどうかなと、いうことで。で、このボックスはですね、議席数を52から33に減らしたということで、結構減ってますよね。はい。で、なんかね、ユーラシアグループってこれあれ、イアン・ブレマーの会社ですね。あそこのは、この欧州担当のラーマンさんという人がですね、スペイン国民全員にとって、最重要な、問題は生活コスト関連だったが、ボックスの戦略はアイデンティティ問題に焦点を置いた。LGBT の権利や移民、カタルーニア州独立に反対する立場は、ボックスが予想したような好結果をもたらさなかったと、いうことで、スペインではこのネタを受けなかったということですね。まあ、とはいえですよ。とはいえね、この BBC の記事ちゃんとバランスが取れてまして、まあ片方ではですね、そのフランスね、フランスではですね、国民連合がね、議会選挙で躍進を繰り返していると。で、さらにドイツもですね、AFD ね、ドイツのための選択肢が世論調査では安定して2位の支持率を確保して、時にはですね、1位になったりするらしいんですね。それからあとオーストリアのね、右派の国民党というのもまあ勢いを盛り返しているということで、まあポーランド、スペインではちょっと低落傾向ね。ね、でも、フランス、ドイツ、それからオーストリアでは上がってて、オランダでも上がってるということで、まあ、4対2だから極右が来てんだろうとか、言うのかどうかわかんないですけど、どうなんですか？でもイギリスも来てないしね、まあ、イギリスはまあ、でも大陸じゃないからね。まあ、そういうのもあるので、まあ、あんまりだからこう、まあ、国によってまちまちで、はい。で、さらに言うと、その、まあ、オランダもね、選挙の中身見てみるとさ、ウィルダースさん、まあ、要は、結構ひよったんだよ、最後。結構、ひよって、で、まあ、連立も組みたいから、もう、ひよろうかな、みたいなことも言ってるということなので、あんまり、なんか、ね、杓子定規というか、単純にこの問題を考えない方がいいかな、いうふうに思います。まあ、ただですね、警戒が必要だと、BBC のこの、まあ、記事を言ってまして、こうした右派政党はどれも移民反対の姿勢を、声高に主張していると。彼らはたとえ政権党にはならないとしても、政治的圧力を醸成し、移民安全保障について主流派とみなされる他の政党、を従来より右へ右へとその位置を変えさせているということですので、まあ、政権は取らないかもしれないけど、いわゆるですね、移民に対するね、まあ、寛容すぎるって言った方がいいね。ヨーロッパの寛容すぎるというかもう、野放図と言った方がいいかもしれないですけど、野放図で、まあ、寛容すぎる政策は見直される可能性があると。まあ、これらの政党が政権を取らなくても、まあ、見直される可能性が高い。というか、見直されるんじゃない？メロマさんなんかもね、テラちゃん一緒に出てますけど、メロマさんなんかもツイッター見てると、ヨーロッパはやっぱりその、まあ、反移民に舵を切ったってのはちょっとさすがに言い過ぎですけど、まあ、今までね、移民にも、野放図に寛容すぎたのはもうおしまい。ね、しっかり管理して入れましょうと。ね、いろいろ問題起こってますね、みたいな、まあ、方向になりつつあると。で、この間もね、フィンランドね、あ、フィンランドじゃない、スウェーデンか。スウェーデンでもね、そのまあ移民反対の政党がね、大躍進みたいなね、動画撮りまして皆さんからご好評いただきましたけど、まあやっぱりね、来てますけど、その波っていうのはその移民を今までだからやりすぎたことに対するその反動ですよ。反動というか反対というか、まあまともな批判だと思うんですけどね。うん、何でもかんでも、ナトゥーみたいに何でもかんでも入れろとかいうのはさ、さすがに違うんじゃないみたいなのが、まあ出てきて、で、それに対してですね、まあその政権党もね、まあいわゆるこういうまあ右派みたいなものを躍進することでね、まあ考えざるを得ないし、まあ今までだから、それがね、まあポーランドみたいな与党だったところは逆にちょっとこうね、そっちが勢いなくしたりとか、まあいろんなことがまあ起こっていますと。まあいずれにしてもですね、極右の波が来たというよりは、この移民問題に対するですね、まあ人々のね、まあ疑問というかね、それがまあ形に変わりつつあるし、今政権にいる党もですね、それをまあ気にせざるを得ないと。ね、まあいろいろ考えざるを得ないと。
いう状況に陥っているのかなと、いうことで、まあこの BBC の分析なかなかいいなと、いうふうに思ったので皆さんにねちょっとねご紹介をさせていただきました。まあヨーロッパもですねだいぶ方向性がまあ変わってきたんで、まあこの間の話じゃないですけどね、移民に対してもし厳しい対応を取ればフランスもですね合計特殊出生率下がってくるので、まあどういう政策をやってどういう結果が見たかっていうねデータで検証するにはそういうのも使えるのかなと、いうふうに思いました。はい、ということで、今日の内容面白い興味深いと思った方はですねぜひね高評価のボタンと、チャンネル登録、それからコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あとね拡散していただける人 SNS でねバンバン拡散してください。よろしくお願いします。そして私のこと応援したい方ね Thanks ボタンで応援していただいて、していただいてもいいんですが、一番の応援はですね八重洲イブニングラボというね私がやってるオンラインサロンありますので、そちらに入っていただけると大変ありがたいな、できればプレミアム会員でお願いできると嬉しいなというふうに思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。